はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回もですね、他の装備とかをね、使っていきたいと思います。本当は究極の忍びやりたかったんですけど、2000ポイントだと足りなかったんですよね。なので、それもね、ちょっと考えながらポイントをね、集めていきたいね。で、西洋の城下町で、今回はグローブに入りたいと思います。多分前回足とかやったからね。じゃあまずはね、今回はスピードグローブのレベル1使っていきたいと思います。まあ、ボールのスピードが少し速くなる的な感じですね。だから、まあやってこ。さあどうなるかな。さあオープニングゲーム。 OK。 じゃあね、まずは普通にいつも通りやっていくか。なんか僕だけさ、なんか草取りでもするんじゃないかっていうグローブつけてるんだけど。さあチーム戦ね。まあここでもう分かる感じか。だけどどうだろう。まあなんかここだとあんまりなんかよく分かんなかったね。まあ次のなんか1対1とかでちょっといろいろと試していきたいね。さらに活躍したプレイヤーには MVP か。MVP いいね。さあ頑張っていこう。これさ、もう避けるか。それ早速始まり方としてはめちゃくちゃいいよ。いや、これスピードだから、はい、なんかレベル1はなんかちょっと分かりづらいね。なんか気づかなくない気づいたかよっけ。なんかこれさっきからこのウェアルフおかしいな。まあ、スピード少し速くなった。まあまあレベル1はこのぐらいか。まあちょっとこれは普通に後ろからこれ届くかな。おお届く。 OK。 であとこれスピードのグローブなんですけど、もう一つが遠くまで投げれるグローブがあるんですけど、それねちょっと使ってみたいよね。オッケー、まあ一応倒して、まあいいんじゃない。オッケー、1万円か。まあ今のところはなんか普通だね。一応エクストラハードだから忍び持ちとかも現れてもおかしくはないけど。オッケー、じゃあボール回収して早速、まあそうだね、こうしとくか。なんかこれさっきから全然気づかないな。あ、やばい。ちょっといきなり今の忍びだよね。いや、普通にびっくりして噂をすればいたな。気をつけよう。やばいやばい。忍び誰が持ってるんだろうね。OK、 よし、忍びだけは気をつけたいな。で、まあ残り5人だからまだいるんだよな。あ、これ忍びだな多分。後ろでこんなに早く来る。あれ消えた。うわ絶対そうだ。え、うわ、いや違う、あれ忍びいなくない。じゃ違うのかな。 OK、 よし。じゃこれはいけ、よしちょっと時間がかかったけど。で、さっきここにももう一人、あ、いた。いたから。OK、後ろから。めっちゃ順調だけど、最後多分忍びが残るんだよね。忍び3体か。頑張りたいけど。さあ、どこにいる忍びは。まさかその忍びとかやられてないかな、いつも通りに。なんか。なんかここ最近の動画ね、なんか忍び結構やられてる場面をよく見かけるんだよね。なんか気づかなくて。OK。で、残り1人。これが、もしかすると忍びなんだよね。おお、ここでこれ来るか。まあ、だけどその方がいいかもしれないね。まあ、ボールを獲得しに行きたいけど、どこだ？敵。たぶんこれさ、外周とかしてるんじゃないかな。いた！いたか！これ、
どうしよう。なんか見た感じボールは持ってなさそうなんだよ。よし。え、多分初めてじゃない？あの忍び倒したのなんか最後やばかったけど。 GG。 え、めっちゃいいね。ナイス。さて、天空の遺跡でまたグローブレベル1使っていきたいと思います。スピードね。さあみんな頑張るぞ。天空の遺跡はなんか結構ね楽しいマップではあるね。やっぱり最後バトルロイヤルがあるから、なんか忍びも集まりやすいしね。じゃあ早速だけど、いいね。お、あれ？なんかここ早いね。なんか初めて感じたんだけど早いって。うおー、後ろに敵、危ない。ねこれ倒したいけど OK。 いいね、2人倒したから結構順調じゃないかな。なんかボールここに落ちてた。おお、敵いるじゃん。だけどなんかさ、疲れるの早くない？やばいな。せっかく疲れたのに、倒せてない。僧侶の忍びは、今回も、いらないかな。いらないというか、ちょっとなしで行きたいね。倒したけど、一回これ逃げよう。ここ敵多すぎる。多分3人ぐらいいるんじゃない？あ、これ取るか。オッケー。まあ結構しっかり避けれて、多分これ疲れるからそれ待つのもありだな。あ、やっぱりよし。で一回これ下行こうかな。残り9人ね。でこれね厄介だから倒しときたいな。いいね。これもここ2人いるね。これいけるんじゃない？いいね。あ、だけど早いとやっぱりすぐ倒せるから避けられる心配がない気がする。危ない。まあだけど倒せたから OK としよう。で残り5人なんだよね。あれ結構順調じゃない？なんか順調なんだけど。まあミッションは狙いすました。忍びに倒されないことだったんだけどね。はい、ということで一応今回はですね、ちょっと終わり方は本当にここ最近ね負けばっかなんですけど、まあ一応今回はここまでにしたいと思います。正直まあレベル1とかそんなもうみんな多分知ってると思うので、次回か分かんないんですけど、まあレベル2のグローブでレベル3的な感じで動画どんどんアップしていこうと思います。でその間にそのポイントとかもね集まっていければ、そうだね、あれ忍び、究極の忍びの巻物とかもね、そういう動画撮っていきたいなって思います。あとチャレンジとかもね、ここ最近ちょっと考えたりしてて、でそういうのもやっていきたいんだけど、今はちょっと装備とかをね主にやっていこうかなって考えてます。だからちょっとあと1週間とか、いや多分ところどころ挟むとは思うんですけど、1週間とか2週間は多分装備系の動画になっちゃうので、もしかするとというか、正直多分つまんないと思うんですけど、そこはすいません。まあ、てことで、今回はここまでにしたいと思います。最後まで、見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ、高評価、あとチャンネル登録、よろしくお願いします。本当にモチベーションになるので、ぜひお願いします。てことで、